こんにちは、こんばんは。仲人ハッピー結婚しようチャンネルです。今日は浮気に走りやすい男の心理5選というお話をニューバージョンでお届けします。このチャンネルではこういった結婚、婚活、恋愛心理学のことであなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。話の内容が参考になると思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。11月から月曜に恋愛心理学や男女の性差のお話を、また水曜、金曜、日曜には近隣の史跡やパワースポット、博物館やデートスポットなどたくさんご紹介しています。恋愛や結婚生活でご活用いただけると思いますので、結婚しようチャンネルで YouTube 検索して他のコンテンツもご覧いただければ嬉しいです。ある雑誌のアンケート調査で既婚男性対象に浮気経験または浮気願望はありますかという問いに 54% の男性はイエスと答えているそうです。そのうちの約 30% の男性は実際に浮気に走り、残る 24% の男性は浮気願望はあるものの行動に移すのは躊躇しているのだって言います。浮気に走りやすい男の心理。今回は浮気をする男性の心理、浮気に走る理由、浮気に走りやすい男性の特徴、浮気をしている男の行動、浮気癖を直す方法についてお話ししますのでご覧ください。1、浮気をする男性の心理。遺伝子的に自分の種をたくさん残すことが命題である男性にしてみると、交際期間中でも彼女とのマンネリ感や遠距離で会えない寂しさや、仕事が忙しくすれ違いが増えて会えない寂しさなどを感じると、癒しを求めて浮気する傾向があるのだと言います。また、目移りした女性を少し押せば自分のものにできそうだという状況を前にしたら、男性にとっては踏みとどまることは難しいようです。だから、奥さんや本命の彼女がいても浮気に走ってしまうタイプの男性は結構多くいるのだと言います。その多くは寂しいからではなく、単なる遊びという理由が多いです。また、性欲が強い人があれば、愛する奥さんと彼女がいたとしても、つい魔が差してしまい、浮気をする傾向があるそうです。また、相手のことが好きだからというよりも、単に相手が可愛いからだったり、深い理由はないところも、このタイプの男性の特徴のようです。2、浮気に走る理由。妻に女を感じられなくなった時とかね、セックスレスになった時とか、単身赴任中にという理由はね、圧倒的に多数であり、中にはね、妻の妊娠や出産が浮気のきっかけという声もあると言います。妻の妊娠出産が浮気のきっかけになるのは、私はね、女性で妊娠や出産のね、大変さを実際に体験している身であるだけに、かなりね、腹立たしく思いました。ただね、男性には女性の妊娠出産の大変さは心底では理解できないでしょうから、仕方がないのでしょうか。遊び心で浮気をする男性がいる反面、浮気相手に本気になってしまう男性もいます。奥さんや付き合っている彼女よりも浮気相手への愛情が上回ってしまうタイプです。悪いことをしているという自覚がありながらも、気持ちに嘘はつけないため、そのまま浮気を続ける傾向にあるそうです。3、浮気に走りやすい男性の特徴。流されやすい男性。女性からの推しに弱く断れなかったりと、優しすぎる男性は流されやすいからか、成り行きでね、浮気をしてしまったりというケースもあるようです。いつも誰かにそばにいてほしいタイプ。彼女や奥さんがいても忙しくて相手にしてもらえなかったりすると、寂しいと感じ浮気に走ってしまうようです。また、根っからの移り気な男性。女性に対しても好奇心旺盛で、つい気持ちに歯止めが効かず浮気してしまうことがあります。また、明るい外出好きなタイプ。大勢で騒ぐのが好きなタイプで、男女を問わず周りに同じタイプの友達が多いという傾向があるようです。また、好奇心旺盛なタイプ。新しいもの好きで飽き性なタイプの男性は、女性に対しても好奇心旺盛なので、つい気持ちに歯止めが効かずに浮気してしまうことがあるそうです。自分はね、結婚して子供もいるけど、一度だけならいいかと言って浮気をして何度も繰り返す可能性があるようです。4、浮気をしている男の行動。急にね、おしゃれになる。今までね、おしゃれに疎く、興味がなかったのに、急に容姿を気にするようになります。洋服はもちろん、髪や下着まで気にするようになったとしたら、これは絶対怪しいですよね。また、携帯やスマホを手放さなくなる。今までは携帯に依存することなく生活していたのに、急に携帯を肌身離さず持ち歩き出したらかなり怪しいサインです。LINE や電話履歴などを奥さんや彼女に見られることを恐れて持ち歩いている可能性が高いです。パートナーの予定を気にしだす。今までは気にしていなかったパートナーの予定を急に聞くようになった場合も怪しい行動です。浮気相手とパートナーとの予定を被らなくするためと考えられます。5、浮気癖を直す方法。次の浮気は離婚につながることを宣言する。もし1回は許したとしても、2回目はないってしっかりね、宣言しておきましょう。また同じことを繰り返さないように、言い訳は通用しないことをきっちり伝えておくことはとても重要です。また浮気の理由や言い訳を冷静に聞く。浮気の理由や言い訳をきちんと聞いた方が根本的なね、原因解明につながります。感情的にならずに話を聞くことが浮気癖を直すためには重要だと言います。心からの静かなる抗議で罪悪感を与える。たとえね、どんな理由だったにせよ、浮気はされた方よりした方が悪いものです。浮気をしたパートナーへは自分の考えをきつくしっかり伝えましょう。こんな時はね、誰でも感情的になりがちですが、感情的にならずに自分がどれだけ傷ついたかを淡々と伝える方が効果的だって言いますので、覚えておいてください。終わりに、遺伝子的にね、自分の種をたくさん残すことが命題である男性だとしても、簡単にね、浮気を繰り返すパートナーだとしたら、たとえ一度は許したとしても、またそのパートナーを心底信頼することはできなくなるものだと思うのです。時々ね、簡単に不倫や浮気を繰り返してしまう男女がいるようですが、その対極にいる大勢のね、夫婦も本来はね、もともと他人なわけですよね。紙切れ一枚の夫婦関係ではあるけれども、結婚したからにはね、頑張ってお互いね、理解する努力をして、思いやり合ってパートナーといい関係を続けていきたいものですね。女性としては自分のことを心から愛してくれる浮気しない男性と付き合えたら幸せですよね。付き合っている彼女や奥さんに心底惚れ込んでいる男性は浮気しないと言われています。ただしね、彼は一途な性格だから浮気しないだろうって油断するのはね、禁物です。彼氏や旦那さんにいつまでも愛されるように、自分磨きを怠らないよう、いつでも素敵な女性でいれば、彼氏やね、旦那さんも浮気しないはずだって言いますので、女性はね、心に留めておきましょう。それでは今日はここまでで、また次回、結婚、婚活、恋愛心理学などのお話をさせていただきます。また水曜にお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。バイバイ。